愛川法、生まれは日本、育ちは香港、香港在住歴40年の日本がちょっとおかしな健太がお送りする香港健太チャンネルです。では早速やっていきましょう。さあ本日10月19日水曜日です。現在時刻6時49分です。本日最高気温23度、最低気温18度で晴れ時々曇りです。降水確率 20% なのですが、まあ傘は必要ないかなと思われます。ちょっと寒くなってきてます。皆さんジャケットをね、軽いジャケットを1枚羽織るなりした方がいいかなと思える、そんな感じの季節になってきました。以上天気予報でした。続きましてコロナ感染者数やっていきたいと思います。昨日の感染者数は6000トンで82人でした。うち NAT にて発覚したのが1491名、 RAT にて発覚したのが3463名、 PCR にて発覚したのが1128名でした。国外からの入国者で感染者は363名です。死者は7名でした。続きましてワクチン接種者の数をやっていきたいと思います。1回目のワクチン接種完了しているのが688万4150人、人口の 94.3%、 2度目のワクチン接種完了しているのが672万7452人、人口の 92.3%、 3度目のワクチン接種完了しているのが559万4000トンで24名、人口の 80.5%、 4度目のワクチン接種完了しているのが50万トンで6916人です。香港の人口は730万人程度です。続きまして本日のビットコインの価格やっていきたいと思います。現在時刻6時55分です。ビットコインの価格は19,326ドル92セントでした。さあ今日もね、ゆるっとニュースやっていきたいと思います。まず一つ目はですね、これ香港に住んでる人なら、知っておいた方がいいというか、まあ、気をつけた方がいいなと思ったので、しっかりと今日話していきたいと思います。香港のね、新しい法律で電化製品の回収、廃棄をね、必ず回収業者にお願いしないといけないというルールが設けられました。ところがね、この回収業者なんですけど、政府指定のところで行うことが、最低条件になります。まあもちろんね、あの日本人の人で香港去られるときに、あのよくね、電化製品を譲るっていうのがあると思うので、それは廃棄に当たらないので大丈夫ですが、廃棄したい場合、要はゴミとして、捨ててしまいたい場合はですね、必ず回収業者にお願いする必要があります。でこのゴミの回収費用なんですけど、同類のものを新しく購入していた場合は、古い方をね、回収するときにかかる費用はありません。なので、これ購入した、ね、証明をすれば、回収してもらったものはタダで、ね、回収してもらえるっていう、まあ、そういうルールがあるので、まあ、全然あの悪くない、ルールだと思います。あの電化製品の、ね、大きいもの、冷蔵庫、今回そうなんですけど、冷蔵庫の、ね、廃棄とか結構大変重いですし、回収業者が来てくれるっていうのは非常にありがたい話なんですが、今回はですね、そういうそこで起きた問題がニュースになってました。今回の方はですね、新しい冷蔵庫を購入して、で古い冷蔵庫を回収業者に回収してもらうということを行おうとした時にですね、その回収業者を依頼してからしばらくして、新しい冷蔵庫に問題があることを発覚して、メーカーに問い合わせたところ、その話をしたらメーカーが、新品と交換してくれるということでね、その新品の冷蔵庫も回収して新しいものが来るっていう、まあ、そういう状況に陥ったんですね。で回収業者の人が来たので、まあ、どっちの回収業者か確認しなかったっていうね、ことがまず一つ目の問題だとは思うんですけど、新しい冷蔵庫の回収をしてもらって、新しい冷蔵庫が来るんだと思って、回収業者の人に新しい冷蔵庫の方をね、指さしてこれですっていうので、まあ、伝えたところ、その回収業者がその冷蔵庫を運び出したと。で運び出す時にね、ドアにね、あの大きな傷をつけてしまったということが、まず、まあ、これね、実を言うと不幸中の幸いなんですけど、幸いでもないか、ということでメーカーにね、あなたの回収業者、ドアに傷をつけていったんですけどどうしてくれるんですかっていうのをね、クレームを入れて、見たところ、メーカーの方からの連絡でね、まだうちの回収の人行けてないですっていう、ね、連絡が来て、あれは古い方の冷蔵庫の回収だったんだということで、大慌てでね、
その回収した人たちをね一目に行ったんですが、まあ一目たんですけど、まあ止まらなかったというか、無視して行ってしまったっていうのが起きたんですね。でそんな状況で、まあ警察に通報して、で回収業者を呼び戻して冷蔵庫戻ってきたんですが、冷蔵庫にはねなんかハンマーとかスパナでね思いっきり叩いてねつけた傷とかがねいっぱいついていて、で、古い方の冷蔵庫ね、はもう回収しないでくださいって言ったんですけど、もう回収依頼を受けてるんで回収しないといけませんということで、古い方の冷蔵庫もね、回収業者が回収していってしまったと。本来ねあのメーカーの方で交換対象となっていたんですが、そういったスパナーなどでね思いっきり叩かれた人為的な傷があるため、メーカーの方 の交換条件を満たさないという状態になってしまい、結局、壊れた CPU の冷蔵庫で、しかもねもうあの何回もね多分ね殴るな蹴るなりしてね、相当傷つけられたんでしょうね。あのドアもちゃんと閉まらないし、冷蔵庫としてねちゃんと機能しない状態の冷蔵庫が一つ残ったっていう、そういう状態になってしまいました。このニュース、まあ私的にはちょっとありえないなと思ったのが、どこの回収業者が何を回収していこうとしているのかっていうのをねちゃんと確認せずにね、何かを行うっていうことがね非常に、まあなんていうのかな、この人の間違ってたところなのではないかなと思いました。まあ、ただねやっぱり香港人、まあ、この人は香港人なんで、会話ができないわけじゃないし言葉も通じるので、本来起きえないようなことだとは思うんですけど、そういうことが起きたということでね、まあ、香港に住む人、香港広東語でね、回収業者の人ね結構質が悪いんで、本当ヤクザみたいな人たち、あのニュースで見てるとねヤクザみたいな人たちらしいんで、本当気をつけて、そういったことを行いましょう。まあ、新品がね届いたのがね問題があったっていうのもね、非常に不運だったのかなと思います。この方のね冷蔵庫が、ちゃんとしたものに戻ることをね私も祈りたいと思います。さ続きましてね、香港ノーシャンパークでハロウィンイベントをやってます。ぜひね香港ノーシャンパークのねハロウィンイベント結構人気があるんで一度行ってみてもいいのではないかなと思います。ということで、昨日はねすいませんマイクがねちゃんと刺さってなかったみたいで、後でもう一回撮り直してみたらちゃんとこういう風に撮れるようになったので、今後はこういったことが起きないように気をつけて撮影しようと思います。ということでね、本日ここまでとさせていただきたいと思います。このチャンネルではこういった香港の三面記事的なニュースを毎朝、月曜日から金曜日朝8時半までに配信できるように頑張っております。もしよろしければチャンネル登録とグッド評価で応援いただけると非常に嬉しいです。ということで、本日ここまでとさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん良い一日を過ごしください。ちょいきんまたね、バイバーイ。